キリスト教東方教会正教会、ウクライナ正教会、キエフ総主教長ウクライナ正教会、キエフ総主教長は、ウクライナに、かつて存在した、正教会の一つである、2018年、新生、ウクライナ正教会の発足に伴い解消した。ウクライナ正教会、キエフ総主教長は、ウクライナの全キリスト教会の中で、最も信者数の多い教会である。 その取材協会は、ウクライナの首都キエフにある聖ボロディームイル大聖堂に置かれている。ソジースによる調査によれば、ウクライナの全人口の32.4%に当たる人々が、ウクライナ正教会、キエフ総主協庁に所属すると回答している。ウクライナ正教会、キエフ総主協庁は、モスクワ総主協庁系のウクライナ正教会を含む他の 全世界のコンスタンティノープル総主教庁との一致に、ある教会からは承認されていなかったが、2014年に、ロシアがクリミア半島を併合したことによる、反ロ感情の高まりを背景に、ウクライナ正教会の管轄権を主張する、ロシア正教会からの分離独立を求める運動が起こり、2018年10月11日に、コンスタンティノープル総主教庁が独立を承認した。また、 ウクライナ正教会、キエフ総主教長は、キエフ総主教に引き入られているが、ロシア正教会から破門されていたフィラレート総主教を承認している正教会は長らく存在していなかった。しかし、コンスタンティノープル総主教長による独立承認を受けて、各正教会もキエフ総主教らを宗教法上の主教と認めた。その一方、多くの正教会の教会は、 協議の一致に基づくウクライナ正教会、キエフ総主教長の生体礼儀の有効性を含む機密の有効性については否定はしておらず、総合量清しも行われている。ただし、他の地域の正教会の新品が、ウクライナ正教会、キエフ総主教長の新品と共同して、方針礼に当たることができるかどうかは、当該教区を管轄する主教の判断による。 正教会は一カ国に一つの教会組織を置くことが原則だが、これら各国ごとの正教会が異なる教義を信奉しているわけではなく、同じ信仰を有している。正教会の教義や全正教会に共通する特徴については、正教会を参照1990年6月に、在米国ウクライナ正教会の不主教ムスティスラウが、ウクライナと全粒シュの総主教の称号で、 ウクライナ独立性教会の主座主教に選出された。総主教ムスティスラウは、ウクライナ独立性教会を創設した主教たちの、うちの最後の生き残りであった。11月には聖ソフィア大聖堂において着座が行われた。続いて1992年には、キエフと全ルーシンウクライナの総主教の称号で、改めて選出され、ウクライナ聖教会、キエフ総主教庁が成立した。 これはウクライナにおいて初めてのキエフ総主教であったが2018年にコンスタンティノープル総主教長がキエフ総主教長を独立の聖教会として認めるまでは他の聖教会から承認を受けることはできなかった。ムスティスラウ総主教が1993年6月に死去するとボロディムイルは1995年に死去した。埋葬式はキエフの聖ソフィア大聖堂で行われ、 この際、総列と警察部隊との間に衝突が起こった。最後の総主教はフィラレートであり、1995年10月に就任した。2018年12月15日に、ウクライナ独立正教会と統合し、新生、ウクライナ正教会が発足した。2019年6月19日、フィラレート名誉総主教は会議を召集し、ウクライナ正教会、 キエフ総主教庁の復活を一方的に宣言した。フィラレートはその理由について、12月15日にコンスタンティノープル総主教庁の会議があり、そこにはキーウフ主教区も加わっていたため、私たちはともをえるために形式的にキーウ政庁の存在を諦めねばならなかった。今回の会議で私たちはこのキーウ政庁の廃止を無効化したと発言した上で、 今回の会議に敵宜成長の存在を確定させたと発言した。これに対して、ウクライナ正教会は同日発表した声明で、フィラレートが招集したいわゆる会議は意味のないものであり、法的な効力を一切持たないと宣言したほか、フィラレートをウクライナ正教会の構成員として残すとしながらも、キー教区を管理する権利を剥奪する決定を6月24日に下した。 日本事務局が東京都三鷹市にある詳細はウクライナ正教会日本国内における活動を参照ありがとうございます。